カキンゲームズ。ハロー YouTube。 ヒカキンゲームズへようこそ。どうもヒカキンです。はい、ヒカキンのマイクラ実況パート26。今回はですね、今までで一番の大きな戦いになりそうです。というのも、前回パート25で初めてネザーに行って、全然知らなくて、ゾンビピッグマンに攻撃して痛い目にあったんですけど、その後、放送外で、次回なんかこうネザーで面白いとこないかなと思って、ちょっとだけネザー歩こうと思ったら、ドカーンって落として、何何と思って見たら、空中になんかでかいイカみたいなのが浮いてて、ヒーって帰ってきて、なんじゃあいつはって調べて、そしたらガストってやつがもうあの入り口のとこにいるんですよ。入ったすぐのとこに、もうドリンクバーですよ。もうジュース飲み放題ガスト、そっちじゃないよって話なんですけど、ガストですよ。で、ちょっと調べたんですけど、タイミングよく飛んできたなんか炎を剣でズバーンって跳ね返してガストに当たると一発で倒せるらしいので、頑張ってみたいと思います。一応ね、装備は、結構固めたつもりなんですけどね。で、あとちょっとネザーについて調べたら、あの火打ち石、そのガストの火の攻撃がネザー側のあのネザーゲートに当たると火が消えちゃうらしいんですよね。あの紫の幕みたいのが。だから火打ち石は持ってた方がいい。で、本当はネザーに入ったらネザーゲートの周りを、丸石とかでこうガーって囲って家みたいにした方が、いいみたいですね。ガストが攻撃してきてもね、ネザーゲートの周りとか、あとは火が消えたりしないということなんで、だから今回の目標は、ガストを倒してネザーゲートを囲むと。この丸石でね。そこまでできたら完璧なんですが、ちょっと心配だね。あ、夜だから寝ます。いやー、どうしよう。倒せるかな。結構こう、調べても、かなり強い。相当跳ね返すタイミングが難しいって書いてあったんで、お、今日もいるね。あ、これ悲しい顔してるな。後で餌やんないと。いや、行きましょう。ちなみにこっち側は、軽く柵で囲ったんですけど、こんな感じでいいんすかね。なんかゾンビピッグマンが出てくるんですよ、こっから。行きましょう。で、いきなり来るから、本当に。で、もう、帰ってくるのギリギリだったんですよ。だから今、これも行って失うものはまあこれくらいなんで、最悪失ってもしょうがないんで。行きます。ガスト VS ヒカキン。3、2、1、ファイヤー。あ、とっとっと、ファイヤー。来るよ、来るよ、いきなり来るよ。初めて戦うからね。え、エンダーマン。うわー、あ、1個しか食らわない。よっしゃ。これ当たんのとか超むずい。うっ、お、お、いいぞいいぞ。あれ、来なくなった。これね、連打すると返しやすいって書いてあったんですよ。あれ、どっか行っちゃった。いた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 。よっしゃ。倒せないよ。うわー、強い。よし、いいぞいいぞいいぞ。これ無理だ、あいつ早い。あ、いいぞいいぞ。え、ちょっとちょっと可愛いな。よっしゃ、いけいけ。あ、やばい。あれ、え、消えた。ただ意外と強くない。なんかちょっと待って、溶岩に埋もれてる。どうすれば倒せるんだ、畜生。わ、ちょっと燃えてんな。てかあれだ、よく考えたらバケツに水入れてくるの忘れた。これはちょっと距離が遠すぎる。分かったぞ。近距離で行こう、近距離で攻めていくぜ。ゾンビピッグマンよりお前は怖くないんだよ。ほら、よっしゃ、惜しい。これはでも難しい。え、ちょっと待って、ちょっと待って、ピッグマン来てる、ピッグマン来てる。ちょっと待って、怖い、ピッグマン超怖い、ピッグマン超怖い、ピッグマン超怖い。危ねえ、ドカーン来てる。え、なんで、うわー、え、チビピッグマン。やばいよ、助けてー、ママ、ママ、エンダーマン燃えてる、エンダーマン燃えてる、エンダーマン燃えてる。やばい、シム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 。これやばい。うわー、いっぱい来てる。ちょっと逃げよっか、一回。ちょっとやばい。
この赤ちゃんみたいな声なんなの、うわーってめちゃめちゃ燃えたわこの辺。逃げよう逃げよう、ちょっと待ってやばい、これやばい。来るでしょゾンビピッグマン。まあいっか。うーわ強かったな。てかゾンビピッグマンがもうあの後ね、放送外でもしばらくやったんですよ。全部周りのやつ倒したりして、まだ来てたね。そなんかね、鳴き声のゾンビピッグマンのちょっと助けを求めるみたいななんか鳴き声があって、一撃で倒せば来ないらしいんですけど、その泣いたゾンビピッグマンから32マス以内にいるゾンビピッグマンが全部来るらしいんですよね。だからずっと戦っててもなんか負の連鎖みたいになっちゃうみたいで、かなり最悪。これどうしよう。ただガストはそんな強くなかったね。ちょっと水汲んでこよっか。とりあえず水汲んできて、いや完全にガストはね、いけたね。ガストはいけたけど、ゾンビピッグマンがちょっといけないやつですわ、あれ。ハート1個しか食らわなかったね、鉄の防具全身固めてると。ゾンビピッグマンね、これ完全に金のヘルメットだったらもうやられてたかもな。アイアンゴーレム連れてきたいよ、ほんとに。下手したらダイヤこれ、剣に使ってもいいかもね、もう。さて、行こう。さて、全回復いきます。はぁ、ゾンビピッグマンだらけかな。ちょっと待って、マジで警戒してよ。敵はガストじゃない、ゾンビピッグマン。いる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 。あっ、あ、待って、ここで戦えば意外といけるかも。うわぁ、あぁ、めっちゃ来てる。それで、前戦ったとこがあって、そう、ここに乗っかれば私は負けないんじゃん。ここで戦う。そう、放送外でここで戦ってたんですよ、ずっと。高いから大丈夫。あの辺は反応してないっぽいよね、遠くのやつら。いや、参っちゃったね、本当に。勘弁してよ。本当に。あー、やばい、超来てる、超来てる。待って。よし。あ、でもこれ逆にこれだと高すぎ。やべ。あ、攻撃できる。よし、こっちからしか来れないから。よし。あー、助けてちょうだい。ただこれ戦い方としてはいいね。これ泣いてるからさ、また多分また32マス以内のやつが来てっていう負の連鎖が。ただガスト消えちゃったよ。ガストってずっとこうなんか回ってるんですかね。それなんかゾンビピッグマンの子供みたいなやつもいたしね、めちゃめちゃ強いっていう。このなんか赤ちゃんみたいな声が子供のやつなのかな。え、来た、ガストの子だ。いたー、ガスト、いたー。おーおガストはレストランだけでいいよ。ガストはレストランにしとこうよ。チーズインハンバーグにしとこうぜ。あ、やべ、あっち行ってみる。ガストに攻撃するとゾンビピッグマン来るっての関係ないですよね。それだったらもう結構絶望なんですけど。来たよ、ピッグマンが来たよ。一番ヤバい敵。え、なんで、これ関係してる、まさかガストとゾンビピッグマン。もう切ってもさ、うわ、やばい、これバグってる。あ、よかったよかった。うわぁ、来てるよ、待って、来てるよ。燃えてる、ここ。あー、こいつ火関係ないんだ。正直これきつい、厳しい。まだ来てる、信じらんねえ、こいつら。キリがない。4発だね、鉄の剣で。いや、ほんとネザーで攻撃しちゃいけないんだね。それだけはめちゃくちゃ勉強しましたね、これで。一生攻撃しないやもう。これちょっと、え、消滅したやん。バケツ意味ないじゃん。うわ、来てる。
これどうすりゃいいのこれ。ガスト来なくなっちゃったよ。うわぁ、これガストリベンジになっちゃうよ。おい、ガスト。で、なんかネザーには要塞があるんですよね。これって燃えてても燃え広がんないですよね、多分。そうであってほしい。これは？あ、こうやってやると治るのか。よかったよかった。まあ、燃えててもいい。危ない危ない危ない。ああ、もの、ゲームに戻る。たまになんかバグるんだよな、ちょっと。あと、金の剣落としますね、このゾンビピッグマンで倒すと。ちょっと嬉しい。あんま使えないけど。ゾンビピッグマンっていつになったらこれ来なくなるのかな。あ、ていうか、今のうちにこれ囲おっか。鉄で囲おっかな、ここ。鉄じゃないや、石で。砂利だとぶっ壊れちゃうんだよね。囲いまーす。結構、これ64かじゃ足りないかもな、下手したら。どう囲おうかね、これね。そんなに広くなくていいよね。とりあえずもう早く囲みたいから、少しだけでも安全なところを作りたいよ。よっ。まあ、一応両側やっとくか。本当に狭くしとこう。ここだってドアとかつければゾンビピグマも別に来れないんだもんね。よしよしよし。少しだけでもね。これからネザーを少しずつ楽しむために。いやー、ガストって結構でもすぐ去っちゃうんだね、逆に倒そうとしても。それはそれで残念。なんか嫌な声して、え、なんで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 来たの、何が起きたの。ねえ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 、うー、え、お前ら、え、え、なんか入ってってんだけど大丈夫かな。現実世界、まあ大丈夫だよね。柵閉まってるし、アイアンゴーレムいるし。え、不思議だなあいつら。いきなり後ろに来たりするから嫌なんだよ。やばい、64個じゃ全然足りなかった。ちょっと一回現実世界に帰ってもう一回持ってこよう。家にしたいわ、もうここ。軽くチェスト。うわぁ、うわぁ、逃げろ。どこにいんだ、どこにいる。うわぁ、いた。逃げろ。ただ、丸石は壊せないらしい。待て、待て、現実世界にめっちゃいるかも。やばい、怖い。なんで出てきてたんだ、一匹。はぁ、よかった、柵作っといて。村人が襲われてでも来たらどうすればいいの。村人が襲われてしまうよ。よしよし、オッケー。ああ、帰ってこれた。でもちょっとずつネザーに慣れてこれた気はするね。ああ、石石。いやー、でもちょっと楽しいわ。金塊がすごい取れる、金塊。よし、丸石いっぱい持っていこう。丸石でしょ。よし、あ、なんか金取れてるし、なんで。まあいいや。で、うわ、クリーパーいるじゃん。クリーパー、なんかクリーパーかわいいな。あ、ちょっと寝よ、寝ましょう。寝て起きていこう。クリーパーかわいく見えたの初めてだわ。ゾンビピッグマンに比べたらクリーパーかわいいわ。ただなんかクリーパーもあれらしいですね、エンダーこのゲート、あ、ネザーゲート、え、え、撃たれてる撃たれてる撃たれてる。よかった、危ねえ。あ、やめて、マジでやめて、マジでやめて。うーわ、ここでやってくれたよ、マジかよ。オオカミくん、はいはいはい、こっちこっちこっち。オオカミくんやってくれたぜ。はい、いや、参っちゃったよ。もうこういう仕事増やさんといて。こういう仕事増やさないで、勘弁してよ。はい、これで OK。 もうボロボロじゃん。で、石ですね、石にしとかないと。で、ドアもすぐつけたいから、
まあこんな感じでいきましょう。いきなりなんかいるかもしれないからね、剣にして。いくぞ、3回目かな。もう3回目だよ。どんだけ弱いんだよ。ダイヤの剣作んなきゃな。うそやもうダメなの？僕のネザーはもうダメなんですか？嫌な声してるんだもん。え？ああ！うわあ！力かい。ただこれを避けるために丸石を持ってきたんです。僕は。よし、とりあえずこれで入っては来れないだろう、もう。よし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 。いやー、助かったー。もう勘弁してよ、ほんとにさ。よし、これで、ここにドアをつけて、あっ、オッケー。あ、でも、鉄の、あ、木のドアじゃ燃えるか、よく考えたら。これ、鉄のドアにしなきゃ。うわ、来てる、あ、倒すチャンスだ。ほら、来いや。この近距離だったら、よし、あ、惜しい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 、あー、やばい、来いや、てかやばいやばい、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、やばいやばい、ゾンビピンクマン来てる、一発食らったら終わりだ、やばい、マジでやばい。やばい、やばい、はい、これ一撃でやられるかな、防具とかないからな、ただ一応家で囲ってあるから、もうやだよ、もうネザーやだよ、勝てないんだよ、やばい、絶対取り戻す、あれは。え、うおで叩けば消えるんだ。おお、はい、え、やばい、やられる。あ、あ、普通に撃ったほうが返せる。あれ消えた。え、いきなし消えたぞ、お前。あ、シュンって消えんの。そして火を叩いて消せるということに気づく。もうなんて嫌な思い出なんだこれ。最悪の思い出だよ。ただネザーってちょっと楽しいわ。歯が立たない感が面白いわ。とりあえずネザーの敵はゾンビピッグマン。痛い痛い痛い、来いや来いや、めっちゃ近くで戦ってやるからよ、先生どうぞ、来いや、ほら、来いや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 、ほら、うっす、やべ、燃えてる燃えてっから、燃えてっから燃えてっから、よよよよよ、へいよへいよ、燃えてっから、よよよ、へいよへいよ、ワッツアップ。もうダメだ、ヒカキンゲームズこんがりで焼けてしまったよ。ここまで1回の動画でやられたのは初かな。これ厳しいわ、正直厳しいわ。いるじゃんいるじゃん、まだ。じゃとりあえずこれ武器とかつけようよ、全部。やだよ、
あ、何でもあれ返せる。さっき燃えちゃったんだよ。ちょっとやばい、ハイリスク、ハイリスク。おっしゃ、あー惜しい。あー、いいじゃん、当たったー。当たったよ。ドア、ドア、あ、当たったよ。めちゃくちゃ嬉しいね、これ。やった、目標達成。ふぅって言われるの怖いわ。来た来た来たよ。ケン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 、ガスト倒してお前にやられるわけにはいかんのや。ほら、はあ、はあ、はあ、倒した。とりあえず達成感が半端ねえ。で、残りちょっとね、この辺最後、この辺完成させて終わります。はあ、とりあえず逃げさせてくれ。はあ、もう疲れたよ。ヒカキンおじさんは疲れました。いや、参った。でもガスト倒せたのはかなり自分の中でも、収穫ですね。ボスかわかんないけど、マイクラの中のね、一つのまた、大きな敵を倒せましたね。いやー、強かったー。あれ、結構運要素あるよね。全然当たんなかったもん。あれ？あ、これ。よし。とりあえず、これで、これからは安全だな。よし。で、ちょっと目印に松明つけておきます。いやー楽しい。ちょっとここはね、今度から拠点になると思うので。あと、ゾンビピッグマンはいつになったら消えんの、消えんのっていうか、あの奇襲攻撃みたいなのやめてくれるのかなっていう、それだけですね。まだいるもんね、なんか来ないけど。はい、というわけで、目標達成できましたね。あ、防具つけなきゃ。次回はですね、ちょっとネザー探検したいと思います。本日も、最後までご視聴ありがとうございました。このヒカキンゲームズチャンネルをまだチャンネル登録お済みでないという方、ぜひぜひ登録お願いします。今スマートフォンからご覧の方は、この動画画面の下に見えるチャンネル登録ボタンを押すと登録できます。PC、タブレットからご覧の方は動画画面内のこちら側に見える登録ボタンを押すと登録できますので、ぜひぜひお願いします。そして、私ヒカキンのマイクラ実況の再生リストのリンクを概要欄に載せておきますので、パート1から見たい方はぜひ。最後に、私ヒカキンの Twitter、LINE、Instagram、Vine、Facebook、ツイキャスなどのリンクも動画の概要欄に載せておきますので、よろしければフォローお待ちしております。バイ。